楽天、痛恨の僅差負け、借金に4位転落。楽天が西武に1対2で敗戦、痛恨の1点差負けで連勝が3で止まり、5割復帰に失敗し再び4位に転落した。先発の森本は7回4安打1失点で2年ぶりに規定投球回に到達。チームは残り8試合でオリックス、ソフトバンクと各3試合、上位との厳しい戦いが続く。負けたべ、惨めだった。あった、また4位に戻った B クラ。2位に肉薄した4位なので、実質に僕の中では A クラス。5割が遠いでも最後はよく粘った。村林の守備で負ける日があるんやな。村林先輩対比ならず、まあしゃあないね。いろいろジグハグだったわ。村林 CS 行きたいだろ、頑張れ。今日は普通に村林が先輩、味方がエラーした後に気が抜けてど真ん中に投げる則本にもがっかりだよ。則本続投でよかったろ、10連戦でブルペン陣疲弊してんだぞ。高騰の則本を打線が援護できなかったな。渡辺ルキーで30ホールとはなかなかすごい。こんなシーズンなのに鍋賞を使い潰しそう。最低限できないのが本当に響いた試合やな。打線のせいで負けたわ。相手投手見て打席に立ってほしいね。序盤に目の前の1点取りに行かずに最終回バントで1点取りに行く采配も大概よ。今年の CS 争いがだいぶハプニング的順位、ソフトバンクとロッテの主力が都合よくこの時期にコロナになるとかすごい運だわ。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。